メロナッパ。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ夕焼け。だけどもそうはいかないよな、明日ってうざいほど来るよな。眠たい夜になんだか笑っちゃう。家まで帰ろう、一人で帰ろう。昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんて忘れてやるさ、バカバカしいだろう、そうだろう。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかふらっと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、手放してしまった。若すぎる僕らはまた一から出会うことは可能なのかな。願うだけ無駄ならもうダメだ。家まで着くのがこんなにも嫌だ。歩くスピードは君が隣にいる時のまんま。思い出めぐらせ、感じから目のため息、バカバカにしろよ、笑えよ。君がいなくなった日々は面白いくらいにつまらない。全力で忘れようとするけど全身で君を求めてる。猫になったんだよな。君はいつかまたあの声を聞かせてよ。矛盾ばっかで無茶苦茶な僕を慰めてほしい。喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかファッと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。君がもし捨て猫だったらこの腕の中で抱きしめるよ。怪我してるならその傷拭う、精一杯のぬくもりをあげる。会いたいんだ忘れられない。猫になってでも現れてほしい。いつか君がふらっと現れて僕はまた幸せで。メロナッパ。皆さんこんにちは、メロガッパです。森です。佐久間です。ということでメロガッパはいろいろな角度から音楽を楽しむ YouTube チャンネルです。ゼップツアー555、はい、先日発表しましたけども、チケットの発売は今週の金曜日に迫ってますから、ぜひ楽しみにしていただければと思うんですけれども、ツアー発表していろんな方から頑張ってくださいとかね、はいはいはい、おめでとうございます、はい、行きます、応援してますってすっごいいろんな方から言ってもらって、はい、本当にありがとうございます。すっごい嬉しいなと思ってるんですけども、とある方がですね、
今日あのお祝いに来てくださっていると登場していただいてもよろしいですか。はい、じゃあ登場していただこうと思います。皆さんご存知、誰も知らないおじさんです。イエーイ聞いたよ。しらじらしいおじさんだな。しらじらしいおじさん、略してしらおじさん。いいのいいの。あ、どうぞ、あ、どうぞ、真ん中にお座りください。よっ。あー、こんにちは。知らないおじさんです。今日なんか持ってきてくださったということで。はい、せっかくなんで、また、はい、押し売り。なんと、羊羹ですか、これ。羊羹。あら、これはうまいさ。あー、ちょっと。絶不ツアー。ゴーゴーゴーっていうことで、勝手に。おぉすごいよ、これ。おぉ楽しい感じでね。すごい、これすげえ。これおじさんが書いたんですよね。そうです。あの知らないおじさんは絵がとてもお上手で、ツイッターに可愛いイラストをね、ツイッター見てね、あげてる。すごい、ありがとうございます。いっぱい書いてきたんで、はい、ぜひこれを使ってもらうと、チラチラシーンだってだから。すごい、だってほらちょっと見て、ハイキング的なリュックサックショットで、やっぱ全国回るからね。ああなるほど。旅のね、旅のイメージ、ツアーツアーでこういろいろね。いやありがとうございます。よろしくお願いします。すごいな。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。後ろにでも貼っとく。いやこれ貼りたい。この辺とか。映んねえな。とりあえずこう置いとこうか。しらじのツイッターまだ見てない方はぜひツイッター見ると、かわいい、かわいいイラスト描いてますんで、ぜひ見てあげてくださいね。あの、はい、インスタもやってるよ。すごい、あのすごいですよね、本当にね。しらじ最近有名、だいぶ有名になってきたらしくて、あの、はい、今朝来る途中に、はい、あの歩道で、はい、あの、しらじってすごい言われたんですか。言われて、なんかとっさのことで反応ができなかったんで。もうだいぶじゃあ知ってるおじさんじゃないですか、それも。じゃあ多分見てると思うんで、その言ってくれた方になんか一言言ってもらってもいいですか。おはようございます。今度また言ってください。声かけられたら全然 OK。 全然 OK。 あー全然、じゃ あの知らないおじさんを見かけたら声をかけてください。知らないおじさんなんで。あんまり学校で教えられてることが違うかもしれません。危ない危ない危ない。引き続き取り上げていけるように、はい、何かあったら、はい、あの勝手に、はい、あの勝手に、でも知らないおじさんで全部勝手にやってくれるんですよ。あの俺ただツイッター見ていいねするだけだから。あ、すげえ、いいね。差して動くんで。いやでも素敵なポスター書いていただいたんで、これを持って555日、何かに、いやもう使います。これポスター使わせてください。お願いします。はい、ありがとうございます。これを持って555日頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だって今日は大丈夫だったんですか。すみません、あの平日にお呼びしちゃって申し訳なかったんですけど。そうね、はい、やばいですか。大丈夫だね。すみません、本当にお忙しいところ本当にすみません、ありがとうございます。